神の漫画見てくれたかにゃ。あの中に PCR っていうのは出てくるんだけど、PCR って何なのかっていうのを説明してほしいっていうリクエストがあったから説明するにゃ。ミミね、古い本しか持ってなくてにゃ。概説生物科学、これ1996年くらいの本で PCR について書かれてないんだけど、一歩手間まで書いてあるので、しょうがないからこれ使って説明するにゃ。それで、皆さん知ってるかもしれないけど、DNA ってこういうね、生物の設計図なんだけど、二重らせん構造してて、これをね、バイバイゲームで、ドラえもんのバイバイみたいな感じで増やしていくっていうのが、この PCR の仕組みなんだにゃ。それで理解するためにはね、じゃあこの DNA って何かっていうことを説明しないといけないんだけども、 DNA っていうのはね、この細いところが、この糸みたいなのがね、リン酸と糖が連結してるんだな。リン酸っていうのは昔のコーラに入ってたあの酸っぱい酸味料、あれがリン酸で、糖っていうのは砂糖の仲間を総称して糖っていうのはね。で、それが連結して、こう、紐みたいなになってるのに、ピリミジン塩基っていうのがね、ちょこちょこ顔を出してるんだよな。この五角形の、これがピリミジン塩基。これが4種類あって、アデニン、グアニン、シトシン、チミンって4種類があるんだにゃ。で、この4種類がね、組み合わせが DNA によって違うんだにゃ。で、4種類っていうのは、これね、コンピューターで言えば2ビット。0、1の組み合わせが2つあると、4種類は表せるでしょ。これ面白いのはね、DNA ってちょうどコンピューターのね、まあ一昔はよく使われた実機テープ、今でもね、データのバックアップなんかデータセンターなんか使ってるんだけど、ちょうどあれと同じ仕組みで、こう糸みたいなのにね、ATGC、その組み合わせでデータを記録してる。じゃあここに記録されてるデータって一体何かっていうと、このアデニン、グアニン、シトシン、チミンっていう組み合わせ、これさらに3つね、組にして、2ビットの3つだから6ビットで、6ビットっていうことは2の6乗、64の組み合わせで、これが20種類のアミノ酸に対応してるのね。64が20に対応だから、まあ、複数のね、組み合わせが1つのアミノ酸に対応してたりするんだけども、アミノ酸何かっていうと、栄養ドリンクに入ってるやつね、アミノ酸。あれが連結して、ね、さらにアミノ酸が連結したのがこれ、タンパク質。生き物の体ね、筋肉なんかもタンパク質でできてるでしょ。で、タンパク質の中でも重要なのが酵素っていうので、酵素っていうのは、お味噌やね、醤油の発酵なんかもあり、酵素の働きで、あと、洗剤にも入ってるから、あと、マンダ酵素とか言って、健康食品にも入ってるんだけど、酵素って何するかっていうと、いろんなね、ものを作ったり、いろんな物質を体の中で作ったり、あとは逆に分解したりっていう作用を持ってるんだよね。だから、例えば、生き物のこの、耳の毛とか、骨とか、そういうのもみんな酵素が作ってるから、DNA の中にタンパク質、つまり酵素の設計図が入ってて、さらにその酵素が生き物の体を作るっていう、まあ、そういう仕組みになってるんだにゃ。それで、じゃあどんな風にね、タンパク質が作られるかっていうと、RNA ポリメラーゼっていうのがあって、こっちの方に多分書いてあると思うんだけどね、DNA にくっつくから酵素っていうのがある。ポリメラーゼっていうのは酵素の一種で、酵素がちょうどテープに書いてあるデータを読み取るみたいで、DNA 順番にこうやって走っていって読み取っていくんじゃね。そして RNA っていうものを作るんだね。RNA っていうのは DNA によく似てるんだけども、DNA っていうのはデオキシリボ核酸。RNA はリボ核酸。デオキシって何かっていうと、酸素がないっていう意味ね。DNA っていうのは RNA より酸素が1個少ないの。じゃあ、これでどんな違いが出るかっていうと、DNA はくっついて二重らせんになるんだけども、 RNA はくっつきにくくて結構自由に動き回るんだにゃ。だから、RNA ポリメラーゼが DNA の中の一部をね、あるタンパク質を合成する部分を読み取って RNA を作って、その RNA がね、
生き物の体の中で動き回って、さらにその RNA からまたタンパク質を合成する酵素があるんだね。それじゃあ PCR っていうのはね、どんなものかっていうと、まず DNA ポリメラーゼっていうのがあるんだね。これは DNA を DNA に転写する酵素。ここにね、DNA の複製っていうのを説明してあるんだけど、生き物は細胞分裂するときは必ずこの DNA コピーしなきゃいけないし、子供できるときもコピーするんだにゃ。で、この DNA ポリメラーゼっていうのは DNA だけあれば動くわけじゃなくて、プライマーっていうのが必要で、RNA、その DNA に対応する RNA が結びついたところから DNA を複製していくっていう性質があるんだにゃ。ある細菌とかウイルスとかそういうものを識別しようと思ったら、その細菌とかね、ウイルス特有のパターン、DNA のパターンに対応する RNA、プライマーっていうのを人間が人工的に作ってやればいいということになるんだにゃ。この時に使うプライマーっていうのが大体長さとしては20ぐらい。ATGC っていうね、塩基の組み合わせが20。これね、ビット数で言うと40ビットにゃ。40ビットってどのくらいの組み合わせがあるかっていうと、だいたい1兆とかそのぐらい。それに比べて、人間のね、人間の DNA ってすごい長いんだけども、人間の DNA が30億ぐらいなんだよね、長さが。だからその30億の長さあるところに、1兆の組み合わせがあるものがくっつくっていうことは、偶然ではあんまし多分起きないと思うから、だから、20ぐらいの長さの RNA プライマーなら確実にこの生き物だよっていうことを識別できるっていうことなんだにゃ。ある細菌特有のパターンのプライマーがあって、そこに細菌の DNA があって、 DNA ポリメラーゼを働かせたら確実にそのプライマーがその細菌に合ったものだという場合だけDNA が増殖されるということになるにゃ。で、これを繰り返してどんどん増殖させれば、増殖した場合は、そのプライマーは確実にその生き物に合ってると。増殖しない場合は合ってない。例えば今話題のコロナウイルスだったら、コロナウイルス特有のパターンのプライマーを用意して、そこでこの DNA ポリメラーゼを働かせて、増殖させて、増殖するかどうかで判別できるという、まあそういう仕組みなんだにゃ。ところがこれが難しくて、この DNA ポリメラーゼを働かせるのにどうするかっていうと、まず、DNA を加熱する、高い温度にすると、この二重らせんがね、ほどけてくるんだにゃ。これがね、ほどけるんだよ。ほどけて一本一本バラバラになるんだにゃ。そしたら、プライマーがくっつくことができる。それで、冷やして、また二重らせんに戻して、そしたら DNA ポリメラーゼが働くと。それで増やして、じゃあまた加熱して、その増えた DNA にプライマーをくっつかせよう、させようとするんだけども、このまた再加熱してほぐしてしまうと、DNA ポリメラーゼが熱で死んでしまうんだね。じゃあ、これ、なんとかしてね、何回も加熱したり冷やしたりでね、楽に DNA を増やしたいっていうことで、ね、場合に、どうするのがいいかにゃっていうことで、すごく頭のいい人がいて、じゃあ、この、加熱しても壊れない DNA ポリメラーゼを使えばいいだろうと。じゃあ、熱に強い DNA ポリメラーゼってどこかにないかって言ったら、海の底にね、熱水噴出孔っていうのがあって、何百度の熱いお湯が出てるところがあって、実はそこにはね、高温熱性細菌っていうね、熱に強い細菌が住んでて、その細菌はものすごい温度でも死なないんだけど、なんで死なないかっていうと、熱に強い DNA ポリメラーゼを持ってるから。だからその細菌から取り出した DNA ポリメラーゼを使えば、何回も加熱して冷やして、加熱して冷やしてっていうのを繰り返して、DNA を倍々増やすことができるということなんだにゃ。だから PCR 装置で何やってるかっていうと、
実はただ加熱冷やして加熱して冷やしてって繰り返してるだけ。ただもちろんね、これはやっぱ生き物が相手だから、温度の制御ってすごく精密にやらないといけないので、まあそれなりにちゃんとした機械がないとダメっていうことなんだにゃ。ということで、これが PCR っていうものなんだにゃ。ちなみにね、コロナウイルスは DNA 持ってなくて、あれ RNA ウイルスって言ってね、RNA しか持ってないウイルスなんだにゃ。だから RNA ってこれ PCR かけられないんだにゃ。じゃあどうするかっていうと、実は逆転射酵素っていうのがあって、さっき、ね、説明したにゃ、RNA ポリメラーゼは DNA から RNA を合成するんだけども、逆に RNA から DNA を合成する逆転射酵素っていうものがあって、その酵素をコロナウイルスの RNA に作用させてやると、その RNA に対応した DNA が生成されるので、それを PCR にかければ分かるっていうことになるんだにゃ。このね、DNA を倍々程度で増殖するっていうのはすごく大事なことで、DNA ってすごく小さいから、とても見えない。普通の顕微鏡でも見えない。電子顕微鏡で見るのも難しいんだにゃ。高校でも科学でアボカドロスってやったと思うんだけども、6.02×10^23。あれね、一つの分子をそのくらいの数集めて、あと 1g。とかね、マクロのレベルになるっていう数字で、1億でも0が8個、1兆でも0が12個。だけど、分子ってね、ものすごく小さいから、もう0が23個並ぶぐらいの数集めないと、とても人間が観測できるレベルにはならないので、だからこの DNA を増やして人間が見れるぐらいの量にするっていうのはとても大切な技術になってくるんだよね。だから DNA を。増やす PCR っていうのを発明した人はノーベル賞を取ったんだにゃ。ということで今日は PCR について耳が説明しましたにゃ。それじゃあまたにゃ。